はい、どうもこんにちは、ということでね、今日、まあ撮っていく動画というか流していく動画なんだけど、あの冒頭からも飛行機が映ってて走り出してると思うんだけど、飛行機に乗ってね、とある場所へ向かいました。まあまあね、地味に遠かった。まあ着いてからの方が結構大変やったんやけど、でたまたまね、あの撮ったね飛行機の席が、うん、めちゃくちゃいいとこなんやね。これ左側になるんやけど、これ離陸の瞬間が撮れるなと思って今ね動画を撮ってました、この時で。結構ね、あのちっちゃい子供とかもね、こう、うわ飛んでるみたいなね感じのこと言っててね、俺も久しぶりに飛行機に乗ったんだけど、なかなかいいですね。すごいよね、まあ、このやっぱね、何回乗ってもね、俺まあ空の旅とか船の旅とかすげえ苦手なんだけど、加速がすごいのよね、やっぱ飛行機って。こんな早く行くみたいな。であっという間にさ、地面が離れていってさ、すごいのよ。なんかね、普段見てる景色がさ、ビルとか家とかが当たり前なんだけど、あ、こんなになんか小さく見えるんやなみたいな。レゴブロックって知ってる？レゴブロック、あのなんかこう、なんて説明したいんだろう、レゴでわかるか、あの積み重ねてさ建築してなんかこうやっていくみたいな、そんな感じに見えるよね。でこれ今さ、動画を見てたらわかると思うんだけど、雲にもさ、低いところの位置にある雲と、その雲よりもっと高いところにある位置の雲がねあるんだけど、今のこの動画だとね、ちょっとまだ雲よりね下ら辺を飛んでるんだけどね、もう少ししたらね、だん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 高度を上げてね、すごい高いところまで行く。雲海っていうんかな、多分後で出てくると思うけど、なんかすごいこう、もう一面雲みたいな、海みたいな感じかな。うん、雲の、うん、雲の海やな多分そんな感じだわ。でなんかね、ほんと一面見渡す限りなんかそんな感じやから、空を飛んでるっていう感覚がね、途中からねなくなる。高いとこ苦手なんだよな。いやもうこの時な、いろんなことを考えながらね飛行機乗ってたわ。ちゃんとうまいことやれんのかなとか、大丈夫かなとか、なんかね、ためになるようなことしてあげれるのかなとかね。大体さ、なんかこう、期待と不安を背負ってみたいな感じのなんか言葉よく言うけどさ、まあ不安が多かったかな、正味。正直なところね。みんなはさ、飛行機とかさ、年に1回とかさ、2回とか乗ることある？俺あんまりないんやけどね。だけど、おお、すごいな、めっちゃ傾いたな。すぐ傾いたね。なんかちょっとゾッとするよな。すごくない？この今映ってるこれ、街並み。みんながあれを普通に生活してる街を、街。で、そっからさ、見上げててさ、ああ、雲高えなとか思ってる雲が今真横にあるってやばくない？飛べるってすごいよね。ライト兄弟とかもこういうの目指したんかな。でね、ちょっともうそろそろしたら多分視点変わると思うんだけど、さっき言ってたね、一面こう雲海みたいなやつ、やばくない？この映像すごくない？でここよりもまだ高いところに雲があるんやけね、すごいよね。でさ、下の方に浮いてる雲はさ、ちょっとあれだけど、上の方のやつって動かないよね。でそんなことやってたらね、もう着陸したんですよ。でいろいろあったけど、まあね、なんかこう、ああやっと着いたわっていうような感じでしたね。まあ飛行機で2時間ちょいぐらいの場所でしたね。すごいよね、この着陸の瞬間一番緊張するよね。羽がねバッと開くんよね。もうそろそろしたら開く。あ、すごいよねこれね。で肝心なところでね、ピンボケするっていう、まあ、いつもの俺のクオリティなんやけど、まあ、よかったらみんなもね、コメントでね、飛行機に乗ってね、今年はこんなとこ行ったよとかあったらね、教えてください。まあ、無事につけてよかったです。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。